かのやつも食べ放題くらいしたいと思います。なんだこれ。はい、皆さんこんにちは、Kです。今大阪の道頓堀に来ております。何やら道頓堀、このグリコのサインのすぐ近くにコスパ最強な焼肉食べ放題のお店があるということで、実は前から気になっとった店なんやけど、ちょっと贅沢に昼から一人で、食べ放題に行きたいと思います。こんなとこにあるんや。これの5階こちらです。焼肉力丸さん。到着しました。すごい店内は広々で、お一人様専用でもカップルでも楽しめるカウンターと、あとテーブル席、ちゃんと仕切りがあるテーブル席も結構な数あります。最初にご説明だけしておきます。はい、当店の方ですね、まるでコースが3つございまして、はい、スタンダードコース、プレミアムコース、あと道頓堀限定のコースがございます。はい、英語のクラシタとか使ったりしてますので、はい、お値段少し高いんですけども、まあ、タンステーキとか刺し物とかありますので、こちらのご注文いただいたらだいぶコストは高くなっていると思います。生中です。はい、最高や。グラスからキンキンに冷えとるやつ。では、次で飲んでる方、乾杯。8店舗あるんですけど、この道頓堀の限定コースがあって、炙り肉寿司とか牛タンステーキとかあるんやけど、食べ放題で和牛の A5 ランク単品で1628円とかのやつも食べ放題。大丈夫なんかな。でこれの120分コースにしました。でもこれで5000円ぐらい。時間とコースで値段が違ってくるけど、飲み放題コースの、今回120分1200円。やっぱりちょっと元を取らないといけないので、この道頓堀限定コースの一番高いやつをいろいろ頼みたいと思います。特上カルビ塩で、すごくない？ステーキとかもあるんだけど、紹介しきれないぐらいメニューがありますね、これ。キムチ。何これ？メニューが、これがプレミアムコースでも注文できる極上肉。すごい。いや、食べきれない一人やったら。うわー、韓国のマンドゥとかあるやん。マジで。ビビンバ、石焼きビビンバ。カレーもあるやん。うわ、冷麺もある。タンが、これがタンステーキで、これが焼きしゃぶ、これが特上カルビかな。このタンから行きたいと思います。なんだこれ。桜ユッケ、これも食べ放題です。でこれ個数制限ないよな、注文の。食べ放題と思えん。早速
すぎる。本当に高級焼肉屋さんのあのタンのステーキの味、厚切りタンの味、食べ放題、考えられんクオリティないけど。実際冷凍は使ってないんですよね。使ってないですね。すごい、本当にあの食べ放題のクオリティはすごい超えてると思います。すごいですね。全部チルド。チルドですね。サシがすごい。なんか冷凍でこの機械でやるイメージがあったんで、焼肉食べ放題ってあんまいいイメージがなくて。これどこの部位ですか？これはあの貝の身っていうところです。あ、貝の身。はい。焼肉力丸さんのこだわりがなんと冷凍を一切使ってなくて、チルドで希少部位とか上質な肉を仕入れてるみたい。ネギ塩とこのわさびもあるから、ネギ塩のせて、ネギ塩タンで食べても絶対美味しそう。これはわさびでさっぱりいただきたいと思います。何これ、脂甘っ。で、この上焼きしゃぶ、綺麗な、これは多分ささっと炙る感じかな。イメージやけど、こんな薄く切られとる。身のテスト美味しい。めちゃくちゃ節約魔なんで、なんか単品ってなると なんかなかなか1人前1200円1300円っていうメニュー見たら絶対私は頼まへんから、食べ放題でこう一律の値段で値段を気にせず食べれるのは本当にいい。ここ本当にいい。立地もすごい。前に引っ掛け橋とか上道楽が見える。これも道頓堀コース、道頓堀店限定の特上ロース、いただきます。タレめっちゃいいよ。タレも薄いから、あのミノのシャキシャキコリコリの感じもあるんやけど、後に残らずすっごい食べやすい。うん、完全に当てにいいな。いや、肉本当に美味しかった。でも全部食べたいんやけど、ちょっと一人はちょっと無理すぎる。ちょっと絶対食べたかった。
だ大好きな冷麺頼みました。すごーい、じゃーん、本格冷麺いただきます。締めにちょうどいい、さっぱり、麺ももっちもちでコシがあって、かわいい、なにこれ、力丸パフェ締めに食べたいと思います。たい焼きがぶっ刺さってる。いただきます。もなかよ、別腹やわ。開けたい焼き、ほんまに大満足やわ。ここ普段家族のために3食チェセと作って、ご飯も作って、全部外食もほとんどせず、結構節制もしてるので、たまに自分にご褒美あげてください。皆さんまた今日から明日から頑張ろうって思えるので、ごちそうさまでした。ということで、焼肉力丸さん本当にコスパ最強で、何より焼肉食べ放題の概念が変わったぐらい、もうクオリティが高すぎたので、もう私全面におすすめします。絶対に行った方がいい。焼肉力丸さんの店舗やメニューの方を詳細概要欄に載せておきますので、ぜひぜひチェックしてもらって、大阪来た際は絶対に行ってみてください。では最後まで見てくれてありがとう。で10月にザバケットリストのポップアップ、大阪、名古屋、東京としてますので、日程はこの日程でやります。ぜひお気軽に遊びに来てください。では次の動画に続きます。バイバーイ。